はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。スプラトゥーン3、今回はね、そう、必戦なんかあんま見ないあんま見ないけど、なんか使ってる人大体モサみたいななんか感覚そんな感じの必戦なんですけど、ジェットパックがね、ちょっと今作はカニタンクの方が射程長いの。なんかね、その辺はふわふわしてる。まあ単純にカニタンク耐えられるから、ジェットパックと打ち合いして、負けますみたいな。飛んだなと思ったらカニタンクに打ち落とされますみたいな、そんな感じだったのかなっていうところがあるんですけど、まあ最近ちょっとね、アップデートでカニタンクが弱くなって、ちょっと減ったかな。いや、結構減ったよねっていう感じでね、ちょっとカニタンク、減ったよね、多分。わかんない。少なくとも縄張りではあんま見ないなっていう感じなんですけど、まあね、メインがね、結構、バシャバシャってして、ぬんの早いです。射程はそんなに長くないけど、まあ、寿司と同じぐらいの射程でした。で、まあ、高いところとかね、攻撃しやすかったり、まあ、上からね、こう、バシャバシャってして、まあ、なんかね、そう、段差とか強そうみたいな、そんな感じでね、結構ステージを選ぶのかな。まあ、ステージによっては、まあ、かなりね、そう、このメインが特徴的で止まんないな、みたいな、そんな感じなので、で、今ね、ちょっとステージが、マテガイとザトマなんで、まあ、結構ね、ブロックとかがいっぱいあって、ちょっとね、必戦がね、生き生きと戦いやすいのかなーって、ちょっと勝手に思ってます。で、サブが、ポイントミスト。で、これで動き止めて、まあ、ジェットパックで倒してね、みたいな、そんな感じだと思うんですが、どうだろうね。まあ、なんか、雑に打って強いスペシャルじゃないので、ちょっとね、どうかな、みたいな。ちょっと使いどころを悩ましいな、みたいな。まあ、安全なところからジャンプして、で、っていう感じなのかな、みたいな。そんな感じではありますが、ちょっと今回はね、必戦使ってやっていければなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、やっていきましょう。縄張りバトル、マテガイ放水路。ここは、真ん中のなんか柱挟んで、届くのかな、そもそも。なんか一瞬なんか嫌な予感がしたんですけど、ちょっと突撃しましょう。とりあえず突撃してから考えよう。相手もね、リッター2人か。どうしようみたいな、そんな感じなんですけど、ポイズン投げた。ビームつらいな。パシャッパシャッパシャッやったぜ。段差して入った飛線、なかなか強力だよね。で、そっちポイズン投げました。ポイズン投げました。なんかプチた。いっぱいいる。帰ってた。離れて、で、そこを撃たれてるので、ジェットパックで。ちょっと待って。撃たないで。いやー、むずいね、ジェットパック。リッターがこっち来て、あそこのポジションを取り戻そうとしてましたが、ちょっと一旦塗って帰る。一旦塗って帰るか。いやー、どうだろうね。相手リッター2枚やから、ちょっと、抑え体制になるとね、かなりね、手強いのかなみたいなところで言うと、今攻めてるうちに前行った方が良かった説が若干あるんですが、ちょっとだけ乗りました。そう、ここにポイズンなる。待って、あ、バレた。そう、中がプチた。痛いです。じゃあ、あっちにリッターいる。でも あそこにまだリッターが、いやー、でもそっか、そこの、ね、強力なね、透明な屋根ポジションにリッターと、あっちの奥の届かないところにリッターはね、確かに強力やな、みたいな。ちょっと手強いな、みたいな。そんな感じがあるので、ちょっとポイズ投げましょうか。一旦ポイズ投げる。一旦ポイズ投げて、で、ウルトラショットで、届か、おー、危ないです。生きてる。ポイズ投げました。ポイズン投げて、で、バシャバシャする。で、待って、ジェットパックはもうすぐ溜まりそう。ポイズ投げとこう。待って、ビームやばい。生きてるけど追い込まれた。許して。帰りたい。めちゃリッターにクロスされてる。お互いに2択。で、ここの段差はね、そう、なんか安全らしいので、めっちゃさ、リッターがこっち見てる。ちょっと待って、トピードつったら、まずい。トピードが。トピードを打ち落とさなければ。トピードつったら、やめてください。トピードつらやめてください。さっきからそればっかりしてる。が、ちょっと飛んで、で、飛んで、うわー、こんにちは。さようなら。こ
ここ大丈夫大丈夫、味方が守ってくれてる、ナイス。でそっちも倒してる、ナイス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 、いいぞ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 、よし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 、今のうちにそう抑え込みに行きたいが、そうミカがあっちにいる、てかみんなあっちにいるのか、だったらこの辺塗ったりして、で、あーイカちゃんは右利きなんです今そこっちの弾だけ当たんなくて、あっちだけ、いやでも今出てたから単純に下手だったのかただちょっとね、そうこの序盤にこう突撃してちょっとね、早めに抑えたので、ちょっとリッターの方たちね、ちょっと打開するのつらそうやったなみたいな、そんな感じでね、なんとか抑えることができましたかね。皆さんありがとうございました。さあやっていきましょう、縄張りバトル。今度も待てがいい放水路なんですけど、今度はリッターの方こっち来て、おおすごい光線になった結構メンバー変わったんですけど、チャジャがこっちに固まったねどうしようこれとりあえずスクイクの方がねめちゃめちゃ塗るの早かったんですけど、そうなんだよね、なんかたまにではないな、なんかねそのめっちゃ 連打早いスクイクの人がねいる時があるんですけど、そこにポイズン投げました。ボムもまずいです、ボムもまずいです。ジェットパックは黙りました。ジェットパックさあれですよね、別になんかジェットパック狩られる相手全然いないので、そう結構雑に使っていくか今回。おら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 、あちょっと雨がさ、雨で死んじゃう、生きてる、帰ってきた。とりあえずジェットパック乗りをして、で結構でもあれですね、今回味方、おー危ない、生きてる、ナイスバリア味方やられずにそう頑張ってくれてるね。で風呂がぽよぽよ怖い、ちょっと段差から打とう、あー当たんなかった今もう手首がねもうそれ以上曲がんなかった自陣結構綺麗、結構あれですね、味方の方自陣塗りうまいな感心するところそこではないんですけど、水中の方とかが結構あるかな、水中は結構塗り太いらしいので結構綺麗に塗ってきてくれたのかなって感じはするんですが、集まってとりあえず雑にポイズン投げて、でそこ、あまずいまずい、ザップそっち行ったよね、そっちいる、うおー出てきた、早いで、あ風呂にリッターやられた、あーゲー食いもうまいや、あれは、あれですね、熟練のスプスピ使いですね。食い棒でやられてしまったんですが、結構ね、お互いね、崩れずに、そう、こう、見張り合いみたいな、そんな感じになってるが、ちょっと待てよ、やられちゃった。まず、押されてる。ちょっと押されてる。でもなんか奥でなんか倒れてる。リッターの方が倒してくれたのかな？ちょっと待って。危ない。あー、ちょっと今ね、そう、段差を利用したんですけど、イカちゃんは右利きだったので撃たれましたね。あれ左利きでも撃たれてたんかな、ちょっとその辺はふわふわしてるが、ナイス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 。で、そう、帰ってきたぞとして、うわー、危ないです。ボムつら。ボムないのにさ、あっちだけボム投げるの羨ましい。この辺塗った。で、待って、こっちでやられた。これ無茶したか。ザップには勝てないんです。帰ろう。帰れない。なんなら今ジェットパックで飛ぶしかなかったのか、あれ。ちょっとまずいか。ただ味方が強い。ただ味方が強い。待って。これはつまり、ポイズ投げて、とりあえずポイズ投げました。段差強いです。段差強いです。プチ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 、よし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 、いいぞ。最後に一人倒したので、もう僕の勝ちです。僕の勝ちですは意味がわからない。そう。終始ね、結構ね、僕がやられて、味方が耐えてくれてみたいな、そんな感じはあったんですけど、一人倒して崩すことができたので、そう最後にね、崩したもん勝ちといったところだったんでしょうかねというところで皆さんありがとうございました。さあやっていきましょう、縄張りバトル。今度はザトウマーケット、どうだ、うん、前衛と後衛でもバランスはいいのかな、ちょっと長さのバランスは良さそう。ジムワイパー怖いです。ね、ちょっとどうしようかな、まあ、でも味方の方結構抑えるの強そうなので、早めにちょっと段差のポジションを取りに、そっちに何人来てる、あジムワイパーいますね、そうこっちでのかわいそう、よし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 、ナイスナイス、あー危ない、ナイスバリア
バリアがやってよかった。ちょ、一旦ジェットパック貯めとくか。いや、ジェットパック貯まる気配なかった。ので、バシャバシャして、で、あっちはあれか、高台の上から塗ってきてる感じみたいなので、ちょっと待って、ボムでさ、降りたぞ、降りたぞ、降りた。あー、そのバリアはさ、ジェットパックじゃどうにもなんない。ジェットパック塗り。待って、風呂が、無駄な、あ、死ぬ。これで5分くらい。空からバシャバシャしてましたが、やられちゃいましたね。で、ジジ塗りは結構綺麗。結構綺麗。ここだけ塗ろう。ここだけ塗って、で、みたいな方がやられた。そっちになんかいるぞ。ジムワイパーいる。ジムワイパーの射程では戦いたくないが、そう、近づかないと当たんないし、ちょっと微妙かった。いや、そうなんだね。接近戦も強いから普通に怖いよな、ジムワイパー。待って、私忍者です。私忍者だったんです。そう。私忍者なので、なんかこう忍者が強い。おー、それさ、切られない。切られる人ではなかった。まずい、望むこっち来た。もうすぐジェットパック溜まります。溜まないです。待てよ。私忍者です。こっち来ました。誰か降りてきた。パシャッた、パシャッ、よし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 。おー、バリアーナイスーナイスナイスナイス、いいぞいいぞいいぞ。あとは若葉どこだ、わかんない。とりあえずこの辺、この辺塗って、塗って、待てよ。ポイズン投げました。現場からは以上です。ポイズン投げました。現場からは以上です。待て、風呂がこっち来た。風呂こっち来たー、うおー、ジェットパックだー、ギエー、あーそうだね。結構そう、イニシエからね、そう、ホットブラスターってか、ブラスターはね、ジェットパック狩るの得意やから、そう、風呂だけやったらジェットパックでいけるかなと思ってちょっと使ったんですけど、ダメでしたね。待って、そっちにさ、追い込まれてる。何かがプチだ。ジムワイパープチだ。バー、よしよし、相打ちオッケー。なぜなら2人持っていってるから、あと、僕はジェットパック使うの得意じゃないので、バリアがなくなるのが嬉しいです。ただ、どうだ、結構崩されちゃった瞬間。あ、でも倒してないしないしない。強いぞ、強いぞ。味方強いぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。ちょ、ジムワイパーがさ、ジムワイパーが、接近ペチペチしてる。あー、雨投げられた。まずいか。ただ、相手は倒れている。ちょ、今のうちに塗るしかない。ぬる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 。ぬる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 。ジェットパックだー、ほらー。いや、どうなん。ジェットパックで塗るより、まだインクあったなら、あー、というかなんか入られてる。メインで塗った方が、なんかね、綺麗に塗れたんじゃないのみたいな、そういうところはあったんですけど、まあ、そもそも誰かが抜けて、ちょっとね、最後塗り放題されちゃいましたね。皆さんありがとうございました。さあ、やっていきましょう。マテガイ放水路。段差。チャージャーの方結構いなくなっちゃったのかなと思ったけど、気のせいだった。あれ違う人がチャジャニーと言った。パブロにとチャジャニーというね、かなりなんか凶悪な尖った構成ですが、ちょっともう早めに上がるか。ちょっと早めに来て、待って、もうリッターが所定のポジション入ってる。あー、ちょっと抑えられると辛いけど、パブロをなんとかしていくか。ちょっとパブロもここあれですよね、段差バシャバシャちょっと強いなみたいな、そんな感じの。ちょっとこじかれた、まずい。ビームが来る、行ってる、帰ってきた。ポイズン投げました。ポイズンパブロにね、ちょっとぶっ刺さるので、ちょっと計らずして相手の弱点ついてるんですが、ジェットパックいつ使おう。待って、パシャパシャ、あー、下がってった。僕の方が長いです。おお、なんか出てきた。ちょ、トラップ避けて下がったらパブロ後ろから来た。あれは完全にラッキーやった。待って、そう、リタがそっちいる。そ、とりあえずポイズン投げて、こっからジェットパックしようか。高ー、いいぞ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 。僕の方が長いんじゃないこれ。ほらーほらー、だから何か問題はある。ちょーっとリッターは倒し損ねたが、ちょ、こっち来ました。ポイズン、ほら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 、メインあ、ちょ、センサーつら、センサーつら、そこにいる、いなかった。段差強いです。何かがプチた。待って、あ、パシュパシュ。ちょ、イカちゃんは右利きなんだ。怖い。よし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 。痛いです。痛いです。そう。トピード。ちょ、パブロが。インクがないんです。許して。
ちインク回復できんかったけど自然回復した。あーまずいです、許して。高いところ取ります。うわー高いところの飛線強いんだけど、やっぱりあっちから撃たれるのかここ飛びましょうか。ここ飛ぶのそんな距離ないけど、ステジャンね、ちょっと今回入ってきてないので、縄張りバトルなんでステジャンいいかなって、そんなにね広いステージじゃないのであんま恩恵なさそうみたいな、そんな感じでちょっと置いてきちゃったんですが、ちょポイズンパブロがちょっとなんかお互い背中塗ってた待ってやられた。ああ力射線が、わあパブロ上取った、パブロ強今でもあれだね、必戦もねあそこ多分届く高さやったから対抗するべきやったな。なんかポイズン投げるのに夢中になってたあ、そのホップソナー強い、ちょ初めてホップソナー見たかもしれないちょとりあえず、ね、ミサイル強いのでミサイルだけよくって、私忍者です、こんにちは。あー痛いです、そっちから撃たれた、やばい濡れて、ナイスナイスナイス。ただどうだ、二人ずつお互い倒れて、そっちなんか入られてる、パブロがいる、ポイズン、あそあそこ上がってこないで、ねねね、よし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 。ただ結構手前でやられちゃった、荒らされちゃったので、いやどうだ、真ん中がオルスになってれば、あーこれはちょっと荒らされちゃったねいや最後あれですね、最後というかちょっと中盤以降ちょっと崩れてしまった瞬間があったのかなみたいな、そんな感じではありましたが、皆さんありがとうございました。さあといったところでね、今回は必戦を使っていきましたが、いやいいよね、なんか普通にマテガイとザトマの必戦強いそうなんだよな、あんまりなんていうんですか、その車線が通らないステージに関してはなんかこうね、角からバシャバシャするの強いなぁと、あとはどうなんだろうね、マテガイあれなんですね、ジェットパック使ったら相手の高台上がれんねやみたいな、そんな感じもあったので、なんかねこうあそこでジャンプして無理やり上がりましたが、こんぐらいの高さなんかな、あーだいたいこういうの高さ決まってんすかね、なんかねふわーってしたらね、そうタイミングよくふわーってしたら上がれるっぽかったので、なんかねそう意外といけるとこあるなと、まあ、ただしまあ上がってる間無防備なので、まあそもそも打たれると、そう上がったということは相手の高台の低いところにねふわーってしてるみたいな、そういう感じなんで、ちょっとねなんかそのまま狩られる可能性もあるのかなみたいなところあるんですけど、まあ、なんかうん昔ながらのジェットバック、昔ながらのジェットバックだけど、多分あれですよね、今作、いや、2の途中からなんかな、ちょっとわかんないんですけど、ジェットバック弾速いよね、150キロぐらい出てるよなこれいやもう大谷翔平になってるんですけどいや大谷翔平もっと速いって感じなんですけど、ジェットバックが弾が速い、まあ、ただし直撃取れないと全然倒れないので、まあ、弾が速いので直撃取ってねと、あとはタンク全然いなかったんで、まあ、縄張りなのでいなかったのかみたいなところもちょっとねその辺に諸説あるんでですね、あれなんですけど、まあ、苦手なタンクがちょっと減ったらしいぞというところでね、今後ちょっとねちょっとジェットパック、そう弱点、そうタンクが苦手なね、ジェットパック武器もね、今後なんかシェアが増えるのかなみたいな、そういうね期待もありつつ、あとねボム早くくださいみたいなそんなところはありますが、またね次回もいろんな武器使ってやっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。